ねえ、ジョーロ君、大賀君が私を好きになった理由は知らないわよね。試合に負けて落ち込んでたサンちゃんをてめえが慰めてやる。そんなこと私がすると思う？私は彼に名前を聞かれたから教えただけ。なら、なんでサンちゃんは？少し待っててね。その疑問の答えを教えてあげるから。私の本当の気持ちと一緒にね。あ？ロキー！いきなり何してんだ！ねえ、ジョーロ君。なんだよ。もう図書室には来ないの？はあ、分かった、来るよ。来ればいいんだろ。嬉しいわ。本当に、すごく。やっとここまで来れた。おい、マジ絶壁ブスの裸とか勘弁だから。お待たせ、こっちを見て。てめえは久しぶりと言えばいいかしら。少しだけ恥ずかしかったわ。言っておくがな、俺がお前を大嫌いってのは何も変わらねえからな。言っておくけど、私があなたを大好きなのも何も変わらないわ。ちゃんと覚えといてね。私ってうんと寂しがり屋で、とびっきりの甘えん坊さんだから。だが、こいつの内面だけはどうしても好きになれそうもない。厄介にも程がある。だから俺は、こう思っちまうんだ。俺を好きなのはお前だけかよってな。